これよりこの地に神が降臨する。その邪魔をするなら私は君たちを排除しなければならない。なぜなんだ一ノ瀬。君にはわからないよソフィア、失敗作の君にはね。私のことを知っているのか。知っていると。もせっかくだから教えてあげよう。生体認証、コードリセット、新たな命令を与える。怪盗団を倒せソフィア。ソフィア。君は私が作ったエマのプロトタイプ。私の命令には逆らえない。さあ始めてくれソフィア。了解。お願い、目を覚ましてソフィー。ソフィー、俺たちがわからないのか。ヘカトンケイル。怪盗団は敵、排除しろ。ペルソナー。ソフィー、いくら呼びかけても無駄だよ。ソフィアは私の命令に逆らえない。本当にあなたがソフィーを作ったっていうの。まあね、エマのプロトタイプだけど、そこそこよくできているだろ。来い、いただいていく。力づくしかねえのか。ダメだよソフィーの仲間を攻撃するなんて。バカ野郎、ためらってたらお前らがやられちまうだけだ。そうなったら世界はどうなる。何とかして止めるぞ。後ろ。後ろ。今自分から落ちたよね。どうしてそんなことができたんだろう。てめえ、なんでこんなひどいこと。ひどいか。君たちにしてみればまあそうかもね。だからエマはソフィアを切り札に選んだのかな。君たちが仲間には決して手を下せないと知っていたから。下道が。そうだね、それは私もそう思うよ。開き直るつもりか。そんなつもりはないけど、私にはそういうことに痛みを覚える感覚、心というのがないんだよ。子供の時からね。
フレンドリーに振る舞って見せてるけどさ、これ全部演技なんだよ。まあ理解できないだろうね、心のある君たちじゃ。これ以上話してても無駄かな。まだやるつもりなの？切り札だったソフィアは自分から落ちちゃったけど、エマはちゃんとそうなった時の保険を私に預けてくれていたんだ。なんだ？なに？どうだい？綺麗な輝きだろう？こうなってしまったのは残念だけど、まあ仕方ないよね。さようなら、カイトーさん。くそ、何がどうなった？お前ら無事か？ここは？どうやら地下に落とされたようだな。あの赤い結晶から出てきたレーザーっぽいのに吹き飛ばされたんだ。怪我は思ったよりひどくないかも。モナがクッションになってくれたおかげだね。そうだ、ソフィーは？目覚める気配がないな。ナビ、ソフィーは無事なのか？わからない。調べるにしたってここじゃ。くそ。ソフィー、私たちの声ソフィーに届いてたのかな？わかんねえ。でもこいつ、ごめんって。俺たちを傷つけぬよう自らを犠牲にして抗ったのか？ソフィー、とにかくいつまでもこうしてる場合じゃない。ここから脱出するんだ。脱出はいいが。ほっとけねえだろ。神になるとか言ってたからな。その意味するところが私たちの知っていることだとしたら、止めなきゃいけない。絶対に。ああ、分かってる。まずは上を目指そう。